サラ・パレツキーは、アメリカ合衆国アオワ州、エイムズ生まれの作家。推理小説、探偵小説を得意とする。代表作に、シカゴを舞台に、女性私立探偵、v i o ョースキーの活躍を描くデビュー作、サマータイム・ブルース、センチメンタル、シカゴなどのビッグシリーズがある。パレツキーは、カンザス州で育つ。カンザス大学で政治学を学んだ後、 シカゴ大学で博士号を取得する。その後は、イリノイ州シカゴに居住し、活動を続けている。サラパレツキーの創作した女探偵、V.I. ウォーショースキー。V は、ビクトリアの略だが、作品中では親しい人以外には教えず、V.I. で通す。相性としては、女性的でない、ビクを、本人は好み、父の古い同僚の警部だけ、ビッキーと呼ぶ。元弁護士との設定。 ウォーショースキーの幅広い人物像について簡単にカテゴライズすると次のようになる。ウォーショースキーは持ち前の気象の激しさ、直上傾向なところ、独立心の旺盛さから幾度となく危険な目に遭うが、凶悪犯、詐欺師あるいは男性史上主義者といった面々に結局打ち勝つといったところが読者の共感を呼んだ。パレツキーの描く探偵小説の筋書きは、 次のように典型的なスリラーの形式を踏襲している。小説の冒頭部では、ある犯罪を引得するために、殺人事件が起きる。その後も、殺人事件が連続して起きる。ウォーショースキーは、殺人者とクライマックスで退治しづらくもそのままの手から逃れる。ストーリーの多様性に欠ける嫌いもあるが、パレツキーの描く登場人物の生活や、 制御の描写の精緻さがこれを補っている。また、舞台であるシカゴの描き方も、スティーブンソン高速道路や、シカゴカブスのシーズン中の苦戦など、その地域の風物にあふれている。1991年、ジェフカニュー監督、キャスリーン・ターナー主演で映画化。1996年には NHK で、松坂稽古主演、丸山翔一脚本により、 女にも七人の敵の代で本案テレビドラマ化されている。AB サラパレツキーとは引く言葉句、サマータイムブルーズやクシャート書き、サマータイムブルース。ありがとうございます。